私のバイク屋鈴木モータースです。今日はですね、当店に新しくこちらの車両がですね入荷してきましたので、当店の販売車両の在庫の中古車両ですね、はい、になりますけれども、新しく入荷してきましたこちらのバイクの紹介をさせていただきたいなと思っております。トライアンフのですね、トライアンフのスピードトリプル R っていうバイクでございます。このバイクですね、知ってる方は知ってると思うんですけども、あのバイクなんですよ。あの方が乗っていたバイクなんですよ。ご存知ですかね。ドゥン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 ってですね、はい、ミッションインポッシブルでトム・クルーズが乗っていたモデルのバイクなんですね。で、この、まあ、特徴的なこのヘッドライトですよね。なんて言うんだろう、二眼なんですけど、ちょっとこう異形な感じでですね、もう猫目みたいな感じのヘッドライトが特徴的で、このスピードトリプルっていうバイクなんですけども、スピードトリプルいろんなグレードがあって、こちらですね、 R がつく上級グレードモデルという風になっております。でこちらのバイクはですね、もう完全に僕がですね一目惚れをして、めっちゃかっこいいこのバイク、何と思って業者の仕入れオークションで仕入れをしました。はい。で、業者の仕入れオークションっていうのはですね、やっぱり魚屋さんか豊洲で仕入れるみたいな感じで、その業者の仕入れっていうのがバイク屋にももちろんあって、バイク屋さんしか入れない業者の仕入れオークションっていうのがあるんですけども、そこに当店も加盟をしていて、その子にこの車両が出品をされておりました。で、うわかっこいいと思ってですね、もう完全にもう一目惚れでパシッとこうですね仕入れをして、今回ご紹介させていただくと。で、先にお伝えしておくと、このバイクめっちゃ状態いいです。傷ないです。もう無転倒、超状態いいです。極上ので、カスタムも染色になってるですね、極上の中古車両でございます。はい。で、このバイクですね、僕もちょっとトライアンフについていろいろ、このバイクについて勉強をして、今日いろいろとですね説明させていただきたいなと思っております。はい。で、このバイクはですね、まず2017年モデルなので、かなり新しい高年式の車両となっております。で、今トライアンフのですねメーカーのホームページを見ると、現行のトライアンフのスピードトリプルは今もうこのモデルですね、スピードトリプルとスピードトリプル R っていう2グレードモデルがあったんですけども、今の現行はですねスピードトリプル RS っていうもう1機種にのみになっていて、確かに車両で200万前後するような感じの車両価格になっておりました。かなり高いですね。はい。なのでスピードトリプル R 欲しい方ですね、今もうこの中古車両しかも手に入らないとっていうような感じなので、そもそもこのバイク自体も今グーバイクとか見てみると全然出てないんですよ。先週見た時に1台出たかどうかで、もう先週見たらもう1台も出てなかったので、もうこのグレードのモデルっていうのはもうですね、まあ、確かにそうですよ、2017年モデルで今もう中古として出回るってことは、まあ2年くらい乗って手放したってことなんですけども、まあ、そういうことはあんまりいないですよね。もうめちゃくちゃいいバイクなので、なかなか多分買われた方は長く乗るバイクなのかなと思っておりますので、まだまだ中古には出ていないので、もしこのバイクですね、今もう現行 RS1 種類のみだったんですけども、このバイク欲しかったんだよね、でも当時新車と結構高くてっていう方はですね、もうぜひこの機会にこの極上の中古車両をお求めいただければなと思っております。はい。で、いろいろと見ていくとですね、まずトライアンフを代表するスポーツネイキッドモデルがスピードトリプルっていうグレードなんですね。鈴木 GSX-S1000 みたいな感じなんですけども、ハリウッド映画ミッションインポッシブルシリーズでも主演のトム・クルーズがド派手なバイクアクションを演じてみせるなど話題を呼んだバイクと。もう YouTube で見てください、すごいですよ。この後かな、この後はあれですよ、トム・クルーズが BMW の S1000RR に乗ってノーヘルでサングラスで峠全開でハンガーで攻めるみたいなことをやっておりました。すごいのがあれ CG じゃないですよね、トム・クルーズの映像っていうのは。確か記憶が確かだとすると、このスピードトリプル R ではトム・クルーズ確かあれでしたよね、こうオフロードチックなところを思いっきり全開で走ってるような映像だったような気がしますね。もうアクセルトンでブーンって回してブーンってこう走っていく。はい。で、トムはスピードトリプルはストリートでの最高にエキサイティングな走りを楽しむために開発されたモデルであり、狙い通りの進化を遂げた最新型でもこのコンセプトにブレはないということでございます。で、エンジンが熟成を重ねた水冷並列3気筒、トライアンフの3気筒っていうのはめちゃくちゃこう人気のあるエンジンのレイアウトなんですけども、まあ僕はいつもですね、この3気筒はですね、かなりいいっていう風に言ってるんですけども、2気筒は、大雑把イメージですよ。2気筒っていうのは、やっぱりトルクがあるものの、高回転までの綺麗な吹き上がりではない中で、4気筒っていうのは、どっちかというと下のトルクはない、
まあ、V 型とか2気筒とかに比べてはないけども、高回転もね、綺麗に上がって上の方で馬力が出るようなエンジンとなってるんですけども、3気筒はですね、その間をうまいところ、いいところ取りをしているので、トルクもあるし、上まで綺麗に吹き上がるし、軽く回るし、パワーもあるっていうですね、もう3気筒超いいところ取りエンジンなんですよ。なのでトライアルの3気筒っていうこのエンジンはめっちゃいいと思います。優秀だと思います。トルクもあって上までも綺麗に回るっていう、馬力もあるっていう、はい、あのエンジンで、これは水冷平3気筒の 1050cc エンジンですね。ここ見ると1050って書いてるんですけど、 1050cc のエンジンでございます。中速域での豊かなトルクとトップエンドの伸びきるパワーフィールが魅力で、104箇所もの改良が加えられ、最高出力は先代から5馬力アップの140馬力。すごいっすね。最大トルクの向上はもちろん全域でトルクカーブを引き上げることに成功している。また最新の排ガス規定ユーロ4に適合しつつ、燃料効率も最大 10% の向上を果たすなど、環境性能の向上も抜かりないと。今トライアンフってもうメーカー自体がかなりこう伸びている、頑張ってるメーカーなんですよね。でどんどんモデルも新しいのが出てて、ものすごい勢いで今伸びているメーカーでございます。はい。で、今回のフルモデルチェンジ、まあ、この記事っていうのはこのモデルが最新で出た時なので、あ、今の RS がまだ発表される前の最新の記事なので、はい、今回のフルモデルチェンジの要点として、エンジンマネジメントにシリーズ初となるライドバイワイヤー、要は電子スロットルでございます。電子スロットルが採用されております。はい、あとはトラクションコントロール等ですね、ライディングモードを搭載し、これにより安全かつ快適に最新のパフォーマンスを存分に引き出せることができるようになったと。はい、ライディングモードは新型の ECU との連動によって、レイン、ロード、スポーツ、トラック、まあ、トラックでサーキットですね、トラックモードに加えて、乗り手が任意に設定できるライダーモードですね。はい、僕のエンジン出力特性を設定できるみたいな、僕専用のマップみたいな感じですね。あのライダーモードも加えられて、5つのモードで構成される。各モードで出力特性やスロットのレスポンス、トラクションコントロールもですね、いや ABS の介入度をフレキシブルに変化させることができる。この ABS の介入度できるというのが結構いいところですね。はい、ライダーのスキルや路面状況、走行環境に応じて最適なライディングを楽しめる。はい、特に上級バージョンの R モデル、これスピードトリプル R なので、これですね、 R モデル、これは上級モデルではビレットフィニッシュが施された最高級グレードの 43mm のオーリンズのフォークね、太いですね、オーリンズのフロントフォーク、アジャストバル倒立フォークと同じく TTX リアシャスもオーリンズでございます。 TTX の36のツインチューブフルアジャストバルリアモノショックが搭載されております。さらにレース仕様のブレンボ製のモノブロックキャリパーですね、高級品でございます。はい、などの充実した足回りを実現。加えて R モデルがですね、新車のノーマル状態でカーボン製のタンクのインサートパネル、これです、カーボンパーツ、はい、これとフロントフェンダーカーボン、最初これあれ前の方さんカスタムしてセンスいいな、かっこいいなって思ってたら、この R の上級グレードモデルはノーマルでここがカーボンっていうところでございます。フロントフェンダーなどの軽量外装パーツ、そしてレッドカラーにあやどられたサイドカウル、これですね、これあれなんですよ、 R に見えてきません、このこれ自体が見えますよね、これが R に見えるということで、この R の証みたいなところと、サブフレームとかまあ、これですね、これが赤い塗装になってて、これ面白いのがタンデムシートを外すと中にですね、赤いフレームがゴーって見えるんですよ。これがまあ R の特徴。あとはスポーティーなアンダーカウル、これも R の特徴ですね。あとは標準装備する R にふさわしいスペックと見た目のクオリティをアドオンすることもポイント。あとですね、このリムテープも R の証拠らしいですね、赤いリムテープも R の証でございます。外車センスがいいですね。はい、スピードトリプル R、 このモデルから大きく変わったわけですけども、全体的なシルエットとかなんかそういうもので見るとあんまり変化がないっていうふうに思われるので、これが新型かみたいな声も当時はあったみたいなんですね。ただトライアンフってやっぱりイギリスのメーカーで超老舗メーカーなんですね、昔からあるメーカーで、でそういうイギリスのなんていうんだろう、センスっていうか国民性っていうかあれですけども、古きを良きとするみたいな感じで、こう歴史を踏襲しつつも中身はめっちゃ変わってるみたいな、だからデザインとかは従来のものを踏襲しつつも進化は半端じゃなく遂げてるっていうのがやっぱりこうイギリスっぽい、イタリアとかだとガラッとこう変えておしゃれおしゃれみたいな感じになるじゃないですか、そこがですねイギリスっぽいなと思うんですけども、全体的には同じに見えたとしても不思議なことにディティールにはほとんど同じパーツがないことが分かる。はい、バックミラーはハンドルバーエンドに移動しているので、これ純正なんですよ、なのですぐに見分けがついたりとか、タンクやシートの造形、エンジンカーブの形、ヘッドライトやホイールなどのオーンパーツも事
ごく異なっている。これだけ違っているのに、前のモデルと違っているのに、全体的なまとまりとしてのイメージは完全に先代モデルを踏襲していると。そこがですね、やっぱりすごいところですね。はい、で、ここまで来て、このライターの方はすごいよね、こうかっこよく言ってるんですけども、ここまで来てやっと理解した。これは意図的にそうデザインされたものだと。変わらない良さというものもある。このトライアンフは伝統へのこだわりが強く、ウランがための小細工はしない職人気質のメーカーなので、今回の人も理解できる、分かる人には分かる、中身で勝負だなどと考えているに違いない。きっとそうだ。かっこいいですね。やっぱり男もそうでないといけないですね。中身で勝負みたいですね。はい、でバイクを降りて取り回しをしてみたんですけども、めっちゃ軽いんですよ。で乾燥重量で192キロですね。もうスーパースポーツみたいですよ。192キロで 1000cc で140馬力みたいですね。もう完全にスポーツバイクでございます。はい、なので、このライターの方も言ってみるんです、言っているんですけども、押してみるとフリクションが少ない感じで、軽い力でスーッと動かせる、スーッていうシェンバーありましたけど、スーッと動かせる、この感覚がとても大事で、例えば整備不良の車両などは動き出すのに力がいるので、それだけで乗りたくなくなると。これ分かりますね。はい、その点で新型スピードトリプルは最初のつかみは完璧だったと。やっぱりブレーキパッドの、まあ、ピストンの出が戻りとかが悪いと、やっぱりこうブレーキションがあったりするんですけども、まあ、軽い力でスーッと動き出せるというようなところですね。はい、あとはスリップアシストクラッチ、そしてエアボックス、エキゾーストパイプなども新設計となりました。はい、でこのモデルから、ウインカーなんですね。僕も最初これ車体の LED のコンパクトのちっちゃいウインカーかなと思ったんですけども、ノーマルでこのウインカー採用してるらしいですね。このコンパクトで、一体化された単シグナルインジケーター、非常にコンパクトかつ洗練されたデザインを持つ LED タイプを採用で、ウインカーのこの根元ステーがフレキシブルなラバータイプなので、もしこうよくあるんですよね、こうガレージから出すときにここぶつかってビンとこう折れるみたいな、ゴムだと交換してきてプラスチックだとパチンと折れたりするんですけども、それもないと衝撃にも強いで、リアウインカーも同じですね、 LED のちっちゃいタイプがついております。はい、で後でからちょっと上の方も見ていただくんですけども、 R モデル、この上級グレードモデル R モデルの証拠としてシートにですね、レッドステッチがですね施されているのも、これ R の専用品という風になっております。はい、でヘッドライトの内側にもですね、 LED のポジションランプも装備をされていると。はい、でこのバイクはアローのスリッポンマフラーに変わっております。スリッポンだとですね、ここから変わるんですね。ここからパイプがこう来てて、こう来てて、こうなってるんで、であっち側にもあるんで、こう2本に分かれてるんですけども、ここからスリッポンで変わっております。でアローっていうのはですね、こう知ってる人は知ってると思うんですけども、トライアンフっていうとアローみたいな感じなんですよ。例えば鈴木だと吉村みたいな感じで、ホンダは森脇みたいな感じですね。川崎はビートとかいろいろあると思うんですけども、トライアンフっていうとアローなんですよ。こう例えば BMW で言うとアクラポビッチとかいろいろあると思うんですけども、 あと KT もアクラポビッチですよね。なのでトライアンフはアローなので、純正オプション品としてもこのアローのメーカーのマフラーが出てるんですよ、設計されてるんですよ。なのでスリッポンでアローのマフラーに変わっております。結構高かったですよね、十何万しました。はい、はい、っていうような感じですね。ちょっといろいろと僕も勉強していった結果をお話をさせていただきました。はい、でこちらの車です。本当にもう傷を紹介するとかないくらいすごい綺麗な状態なので、非常にですねおすすめのバイクとなっております。はい、でプライスカードを見ていくですね。じゃん、トライアンフのスピードトリプル R、 排気量が 1050cc で、免許の種類が大型二輪免許、車両価格が99万8000円に消費税なので、新車価格からするとめちゃくちゃお買い得だと思います。はい、で年式が2017年式、当店の中古保証はもちろんあり、で走行距離が 14,092km なので、もう中古車としてはまだまだこれからって感じで、まだまだ走る丈夫なエンジンなので全然問題ないと、少なめですね。はい、で車検が現在ついておりまして、令和の2年の6月までですよね。はい、令和2年の6月までついているので、まあ、もしですね、この動画を見て気になっていただいて、ご契約ってなった場合には、もちろん今、車検はついているので、名義変更してすぐご納車っていうのも大丈夫なんですけども、ちょっと短いじゃないですか、残ってる期間が。なので、当店の方で車検2年を取得させていただいてから、お客さんの手元に届くときには、もう車検2年ついている状態でご納車っていうのも、ちょっと消費用分がかかってしまいますけども、可能ですので、お問い合わせください。
はい、登録代行費用15,000円、納車税費用4万円、これが他にかかってくる諸費用で4万円、はい、自賠責保険の名義変更手数料が2,000円、なので参考の会社が105万5,000円に消費税というふうになっております。はい、下の方読んでいくと、純正オプションのグリップヒーターもついてます。純正オプションのアローのスリッポンマフラー、純正オプションのフレームスライダー、ストンプグリップのタンクパッド、あとはセンターパッドもついております。はい、プーチの NK スクリーン、 R&G のスタンドハイトブラケット、純正マフラーとかグリップとかもあります。無転倒、新車ワンオーナー、カスタム装薬、工賃に合わせてなんと30万円相当のバイクでございます。はい、というような感じですね。中古車としてももちろんおすすめですし、車両としてもですね、やっぱり豪華なパーツついてますよね。オーリンズのフロントフォーク、ブレンボのモノブロキャリパー、そしてですね、これ結構最近流行りのカスタムですけども、エアバルブ、ゴムを入れないで、こういうディジットタイプですね、このエアバルブとかも標準装備されているし、あとは金持ちスイングアームですね、ディアサスモーリンズっていうですね、本当に装備面でもかなり豪華な車両でございます。はい、だしトム・クルーズになれるというですね、最高のバイクでございます。はい、ではですね、カスタムもいろいろなっているので、まあ傷の紹介今回は割愛させてもらっていいのかなとは思うんですけども、いろいろカスタムになっているので、ちょっと詳細もですね、見ていただきたいなと思っております。はい、はい、ではですね、まずはこの顔ですよ。猫の目ですね、キャッツアイっていう感じの、これがですね、やっぱりこうトライアンフの、うわー、トライアンフ来たみたいな、トラ来たみたいな感じのですね、特徴的なヘッドライトとなっております。で、さっきお伝えしたのがこれがプーチの NK スクリーンですね。これがあるとちょっとまた雰囲気も変わってかっこよくなっております。色味はちょっと薄いスモークっていう感じですね。はい、でカーボンのフロントエンドは非常に綺麗です。で、タイヤの溝もまだまだあります。メッツラのタイヤが履かれております。ごめんなさい、間違えました、ミシュランのタイヤが履かれております。はい、でフロントフォーク、インナーチューブ、テンサビやオイル漏れ等もなく非常に綺麗な状態でございます。はい、ブレンボのモノブロックキャリパー、そしてホイールもですね、黒光りしますね、テカテカという感じで、すっごい綺麗なホイールでございます。はい、でラジエーター、オイルクーラーも非常に綺麗で、液パイも綺麗な状態ですね。で、下からですね、こうなかなか中古車は見ることないと思うので、こっからこう見ていただくとですね、こういうところも全然綺麗ですね。やっぱりこう屋外保管でバイクカバーとかで保管されてたりすると、だいたいこういう足回りというのは錆びてくるんですね。もうタンクとか外観は綺麗でも、こういうところはもう錆は止められないので、ただそれがないので、もうこれだけでですね、ああ室内保管で大事に保管されていたんだなっていうのがまず分かるというところでございます。はい、でタンクも非常に綺麗な状態で、サイドカウルもですね、非常に綺麗で、ウインカーこれ かわいいですよね、かっこいいです、スリムスタイリッシュ でちゃんとですね、ここにトライアンフって書いてるんです、この後ろにロゴがですね、トライアンフって書いてると。はい、でフレームスライダーですね、これも純正オプション品がついております。で万が一立ち置きした時でも、このボルトを外せばですね、この表面だけポンと外してポンと付け替えられるので、非常にですね、こう便利なアイテムとなっております。エンジンもめちゃめちゃ綺麗ですね。はい、でアンダーカールもR モデルはついておりまして、でフレームもですね、こうなんかいい素材ですね。はい、でシートも破れほつれともなく、すごい綺麗な状態で、レッドスティッチもですね、こういう風に施されていると。でこのサブフレームがですね、この赤いと、だこの赤の塗装を見ると、もう僕はですね、スズキのバンリと 250V のヘッドカバーの色を思い出すんです。あれと全く同じ色ですね、これは。はい、でタンデムステップ、やっぱり外装抑えですよね、この湾曲で、スリッポンマフラーが出ていると。ここから見てもですね、もうこのいかにこの中古車が状態いいかという、この辺を見ても分かりますよね。でこの辺って大体ここまで綺麗にはできないんですよ、中古車っていうのは。でこういうところも非常に綺麗で、ここから見るこのオーリンズのですね、ガスタンクもすごい綺麗です、かっこいいですね。あ、トライアンフって書いてるんですね、オーリンズのタンクに、リザーバータンクに、すごいですね、専用設計と。はい、でリアホイールもですね、すごい綺麗で、かっこいい、ここになんか赤いライン入ってますよね。はい、でタイヤの溝もまだまだあります。ミシュランのタイヤが破壊されます。で日本出しのマフラーがこんな感じなんですよね、かっこいいですね。はい、で肩持ちスイングアームなので、レーシングスタンドかけたいときは、またこういうですね、 J トリップの肩持ち用のスタンドになります。
え、チェーンもスプロケットも非常に綺麗ですね。めっちゃピカピカです。はい。で、フルアジャスタブルなので、ヨゴリンズのリアサスもここにですね、コンプレッションとリバウンド側のアジャスターがこっちについております。で、僕聞いてびっくりしたんですけども、レーサーの、全日本のレーサーの人たちって、走りながらここ調整するらしいですね。びっくり、走りながら、ってこう回すみたいな。やっぱりもう、ミリ単位で分かるんですよね、違いが。すごいですね。はい。で、さっきお伝えしてた R&G のスタンドハイトブラケットがこれですね。はい、これになります。はい、でこっち側もですね、非常に綺麗な状態となっております。全然傷がないですね。めちゃくちゃ綺麗です。はい、で最初エンジンかけた時に回転を上げるとですよ、このバイク面白いのがニュートラルの状態でアクセル、エンジンかけてアクセルバーンと開けると 4,5 千回転ぐらいで止まるんですよ。かっこいいなと思ったら逆にっていうのも分かる人には分かる、レースでピットロードをライダーがピットロード制限で60キロで走っている時の音と一緒なんですよ。バン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 みたいな感じですね。もうそれ以上吹けなくなるような感じなんですけども、それが搭載されているのでニュートラルだと 4,5 千回転以上開けられないんですよ。でもあれもギアを一足で言うともうファーっていくので、最初の動画でエンジンを流した時にそうなったらそういう理由という風になっております。ではですね、ちょっとリフトも下ろして、あ、これ ABS もついておりますので ABS のパネルセンサーもついております。はい、ではリフトを下ろして上の方も見ていきたいと思います。はい、というような感じで上の方も見ていきたいと思います。まずシートですね。なんかここの表面は国産とかのシートと同じなんですけど、ここがですねまた違う肌触りなんですよね。で、タンデムシートもこんな感じでトライアフのロゴも施されていて、赤いスティッチもあると、すごいこうおしゃれなんですね。で、タンデムシートをここに鍵があるので開けていくと、よっ、はい、こんな感じでサブフレームが赤いのがここから見ると。で、純正の車載工具が入っているので、まあ ETC とかスマホくらいとか入るかなっていうスペースですね。よし、はい。で、もちろんメインキーとスペアキーがあります。で、 R だとやっぱりここに赤いラインが入っていると。はい、で、スタンプグリップのセンターのタンクパッド、サイドの滑り止め、これ非常に便利なんですよ。で、トライアンフのですね、この高級感、これあれなんですよ、普通はこんな立体的じゃないんですよ、 3D じゃなくて、で、これ上級グレードモデルとこのロゴもですね、立体感が出ていると。で、タンクキャップ、ここにもトライアンフのロゴがあります。はい、タンクの中も錆等もなく非常に綺麗な状態となっております。よいしょ。はい、でメーター周りなんですけども、ブレンボのリザーバータンク、スモーク、これかっこいいですね。はい、でトライアンフのハンドルバーにここにロゴついていたりとか、あとはグリップヒーターのスイッチ、純正オプションのグリップヒーターのスイッチがここにあります。で、グリップヒーターはですね、普通グリップヒーターでつけるとすごい太くなってちょっとかっこ悪くなるんですけども、これはもう純正の太さと全然変わらないですね。細身のタイプで、このなんかグリップのデザインも外車っぽい感じですね。はい、でバーエンドミラーが純正で装備されているとっていうようなところですね。はい、でメーターを今度見ていきたいと思います。はい、こんな感じで、これは回転数で、ここにスピード、そして時計、ギア、今何速に入っているかと、水温とかトリップ、走行呼吸とかスポーツモードとかガソリンの残量とかっていう、結構いろんな必要な情報というのがここで出てきます。はい、でメーターのこのインフォメーションとかモードとかで、いろいろメーターもここで操作ができるというようになっております。はい、ではまた戻っていただいて、感じでこちらのバイクの紹介をさせていただきました。もう一度お伝えすると、車両価格99万8000円に消費税という風になっております。めちゃめちゃお買い得だと思います。非常に綺麗ですよね。はい、というような感じでこちらのバイクの紹介をさせていただきました。はい、でこちらのバイクはですね、ウェビックバイク選びとヤフオクの方に掲載をしております。
で、ウェビックバイクラビからのお問い合わせですね、おすすめしております。なぜかというと、ウェビックバイクラビお問い合わせをいただいて、その後ご契約っていうふうにいただくと、お客様にですね、ご契約後にウェビックからご納車応援お祝いポイントというものがですね、プレゼントされます。これで大体1万1000円分くらいのウェビックで使えるポイントがプレゼントされるので、ぜひですね、ウェビックバイクラビからのお問い合わせをお待ちしております。で、こちらの車両のウェビックバイクラビの詳細ページは、そのページの URL をこの動画の下に貼っておきますので、そこをクリックすればそっちにすぐに飛べてですね、詳細の写真とか情報、諸費用も見ることができます。で、ぜひですね、そう、この写真を見ていただくとですね、まこちゃんがこうこのバイクをですね、この上ないくらいのおしゃれな感じで写真をいっぱい撮ってくれているので、ぜひですね、その写真もチェック出してもらえればなと思っております。で、そのウェビックバイクラビページを見てちょっといいな、気になるなっていう方がいらっしゃいましたら、在庫確認簡単見積もりって大きいボタンがあるので、そこを押してもらうとお客様の情報を打つページが出てきますので、そこをバーって打っていただいて送信ってするとうちの方に届きます。でですね、そのいただいた情報をもとにうちの方で見積もりを作成させていただいて、こう返信をさせていただいて、で何回かこうやり取りさせてもらって、ご条件があればご契約というような流れとなっております。で、ウェビックバイクラビのお問い合わせに対してそっちに返信をすると、ウェビックバイクラビ上に返信になってしまうので、何名かのお客様過去にもですね、気づかなかったっていう方がいらっしゃるんですね。はい、なのでお客様の情報を打っていただくときに携帯電話番号とかメールアドレスも打つところがあるので、ぜひそっちも打っていただくと、同じ内容をそっちの方にもですね、メールの方にも送らせていただきますので、ご確認いただければなと思っております。はい、で最近のようにですね、おっしゃ取りもあるよという方がたくさんいらっしゃいます。もちろん当店ですね、買い取りおっしゃ取り大歓迎でございます。で、おっしゃ取りですね、地元のお客様は近くのお客様ですとすぐに査定に伺えるんですけども、県内のお客様ですとなかなかっていうところがあると思うんですけども、その場合はですね、今LINE で査定ができるっていうですね、時代になってまいりました。で、この動画の下の方に当店の LINE アットの ID が載っておりますので、アットマーク CGT6095L ってあるので、お客さんのお手持ちのスマホで友達追加 ID 検索でうちのアカウントが出てくるので、そこにお客さんのおっしゃる車両の写真をですね、こういっぱい撮っていただいて、もし傷とかもあれば傷とかもアップで写していただいて、あとは車検証の写メも送っていただけると、それだけで査定ができると。で、より正確に査定をするためにはエンジン音を、ね、例えば動画で撮っていただいて送っていただけると、もっともっと正確に査定ができます。はい、というような感じですね。で、あとは配送の方も可能でございます。県外のお客様非常に多くなってまいりました。おかげさまでですね、多くなってきました。で、当店からお客様のご自宅までの配送ももちろん可能でございます。ただですね、ドアトゥードアだと結構高いんですよ。例えば東京都武蔵野市吉祥寺までですね、このバイクを送るとすると、大体こう4万円くらいかかってしまうんですね。で、配送料っていうものですね、なるべくなら抑えたいじゃないですか。なので、なるべく抑える方法っていうのがありまして、配送業者さんの営業所デポっていうのは全国にいっぱいあるんですよ。めちゃくちゃいっぱいあるんですよ。なので、例えばお客様のご住所を教えていただければ、お客様のお近くのデポをですね、当店の方で調べますので、で、その当店からそのデポまでで配送止めるっていう風にするんですね。で、配送デポまででこのバイクを止めておいて、配送デポに到着したらお客様に配送業者さんから電話が行きます。そしたら1週間10日以内くらいに取りに行っていただいて、でデポから乗って帰るっていう風にですね、ちょっとご面倒をおかけしますけれども、そうすると配送料ゴーン安くなるので、ぜひですね、お問い合わせいただければなと思っております。なので、県外のお客様で配送ご希望でお下取りもあるよっていう方はですね、例えばこちらのバイクが配送デポまで届いたというふうになったら、お下取り車両でデポまで行っていただいて、こちらのバイクに乗って帰るというふうにすると、お乗り換えがスムーズですね、かつリーズナブルにできるというようなところでございます。はい、で、そのお下取り車両は配送デポに預けたらですね、もう自動的にうちに入荷するように配送手配をうちでかけておきますので、ご安心ください。決済方法ですね、お支払い方法なんですけども、当店にご来店いただいて現金でお支払い、もちろん大歓迎でございます。はい、で、あとはですね、キャッシュレス決済ということで、まあ、今 5% 還元になるので、結構この車両金額で 5% 還元、まあ、ポイント還元になる対象が50万円限度なので、マックス2万5000ポイント還元なんですけども、2万5000戻ってきたでしょ。結構いろんなことできますね、2万5000あったら。はい、なので それもキャッシュレス決済も最近は多くなってきました。はい、あとはですね、当店の銀行口座にお客様からお振り込みいただくももちろん可能でございます。で、最後ですね、当店の方でローンもですね、取り扱っております。ローン会社アプラスなんですけども、アプラスのローン会社が良くてですね、 T ポイントが貯まるんですよ。組んだ金額で T ポイントがですね、大体200円で1ポイント貯まるので、結構貯まるんですね。はい、で、ローンで最大10年払いまで可能でございます。で、頭金ゼロでも全然組めます。結構
構働く金ゼロの方多いですよね。ゼロでも全然大丈夫です。はい、あとはですね、月々、例えばこちらの車両でいうと月々5000円ずつっていう返済も可能ですし、月々1万円ずつ、1万5000円ずつ、まあ多いのが大体1万2000円くらいずつですね、はい、の方が多いんですけども、そういうふうに月々払っていくっていうのももちろんできますし、ボーナス払いも可能でございます。でお電話いただければですね、10分15分くらいでこう簡単なシミュレーションができますので、ぜひですね、あのローンの方も、よろしくお願いしますということで、決済方法のご紹介でした。はい、というような感じでですね、こちらのバイクの紹介をさせていただきました。あとですね、ごめんなさい、忘れてました。納車整備費用4万円ってあるんですけども、これ4万円何をするかっていうところで言うと、当店ではですね、もう工場長を中心にがっちりがっつりですね、お客様に安心安全に乗っていただけるところまでしっかりと整備をさせていただきます。なので少し時間がかかってしまうんですけども、ご安心いただけるところまでがっちりさせていただきます。タイヤの空気圧チェーン調整なんていうのも当たり前の話なんですけども、各部消耗品関係をチェックしていって、もうダメだったら全部新品に交換すると。はい、ブレーキパッド減ってるな、もうこれは新品に交換しようという感じですね。その部品代金とかも全部含まれているので、もうお客様ですね、ごめんなさい、ちょっとバラしてみたらここがダメで、プラスで部品代今回かかります、ご請求させてくださいっていうことですね、もう一切ないので、これ4枚ながら全部させていただきます。はい、でもちろんですね、あのタンクも外していて、エアクリーナーボックス、エアクリーナー、スロットルボディ、インジェクター、点火プラグとかも全部チェックしていって、あとは外車なので、まあ外車でよくあるのがですね、電装関係とか、あとはオイル漏れとかいろいろあるんですけども、そういうところを重点的にしっかりチェックをしていって、もうバッチリさせていただくと。あとはですね、油脂類関係も全部新品に交換いたします。エンジンオイルとってのですね、ワコーズのケミカルを中心に扱っておりますので、ワコーズのエンジン 100% 化学性のいいオイルですね、新品に交換をさせていただいて、あのトライアンフはですね、実際のカスタマイズの指定オイルというふうにはなっているんですよ、あの全車種が。でもですね、あの当店のトライアンフのお客様もいっぱいいらっしゃいますし、トライアンフさんのですね、まあ、トライアンフさんの取り扱いをしている方にもいろいろ聞いたんですけども、まあ、全くですね、あのちゃんとしたオイルを使って粘土とかもちゃんと合っていれば全く問題がないということを聞いたので、実際ですね、そういうしっかりと声も聞いたし、うちの方でもトライアンフのオーナーさんにはですね、いろいろ説明させていただいて、もちろんカストロールの方指定されている方はもちろんカストロールのオイルも注文して入れることは可能なんですけども、あのこの整備ですね、ワコーズのケミカルを中心に取り扱いをしておりますので、ワコーズのエンジンオイル 100% 化合性のいいオイルですね、新品を交換させていただいて、あとは冷却水クーラントですね、エンジンを冷やすクーラントもワコーズの新品に交換させていただいて、ブレーキフルード、ディアブレーキフードですね、新品に交換させていただいて、バッチリの状態でリフレッシュした状態でご納車させていただくというふうになりますので、ご安心ください。はい、というような感じですね、こちらのめっちゃかっこいいバイク、もう超かっこよくないですか、やばいですよね。はい、軽いです。軽いし、パワーもあるし、ヒュンヒュンもあるし、もう最高のバイクですので、ぜひですね、こちらの車両のお問い合わせをスタッフ一同お待ちしております。はい、では、トライアンフのスピードトリプル R… ん？なんか今イントネーションめっちゃ変だった。そうですね、トライアンフのスピードトリプル R のご紹介でした。